悩んだんですけど、今回動画を上げることにしました。巷またで話題になっているソフト差しの件についてです。知らない方がいらっしゃると思うので、説明させていただきますと、ソフト差しとは AI の手をカンニングして指す行為です。今回、将棋ウォーズというアプリの中で、まあ、人気 YouTuber の配信者の方が、このソフト差しをしていることを説明し、ご本人もそれも認められました。まあ というのは、まあ、起身というシステムがありまして、まあ、後で聞けるというシステムがあるんですね。まあ、それを使うことは、まあ、将棋王図の中でも認められていますし、まあ、指している視聴者さんも、もう皆さんも、まあ、将棋王図というのはそういうものだということが分かっている状態で、まあ、将棋に取り組んでいます。今回の件は、裏で自分のパソコンを使って、 カンニングをしていたことが問題だと私は思います。そしてもう一点、あたかも、まあ、自分の実力で指しているかのように見せて視聴者をある意味騙してしまった、まあ、信頼を裏切るような形になってしまっているというのが、まあ、大きな問題だと感じています。配信者として私は、あの、はじめ将棋伝承チャンネルという チャンネルでも、あの、将棋王像をさせていただいてます。まあ、その、ところで、ん、やっぱり、こう、まあ、自分の力をね、さらけ出すとかっていうのもね、まあ、かなり怖いことではあると思うんですけど、うん、まあ、でも視聴者さんもね、本当に温かく見ていただけますし、もう私も、あの、すごいね、ひどい寄付を残してしまうこともあります。で、 なんかボコボコに負けてしまったりとか、相手の方がすごい強くて、なかなかこう、いい結果が出ない。でも、それもやっぱり、こう、将棋なのかなと思うんですよね。ね、えっと、そのやっぱり将棋って、こう、自分の体の調子とか、体調の変化によって、その、いいパフォーマンスが出るときとか、悪いパフォーマンスが出るときとか、そういうのもあって、やっぱり、 将棋って、まあ、感動を与えられたりとか、まあ、面白いなと感じていただけるものかなと思うので、うん、その、その、なんていうんですかね、やっぱ視聴者さんの気持ちを考えると、うん、やっぱりそういうことはしてはいけないのかなと思います。で、えっと、まあ、その方が、まあ、元奨励会員だったと。 いうことにまあちょっと私は実はその奨励会の時にお会いしたことはないんですよね、まあ、多分関東と関西に離れてて、まあ、ちょっと私の方がちょっと先輩だと思うのではいまあちょっとすごい実力のある方だと思うんですよねもともとの実力もすごい高い方だとう,こう純粋に将棋を楽しんでた時だったりとかうんそのなんていうんですかねこう一生懸命戦ってることを 思い出して、まあ、元奨励会員として、まあ、勝つことの大変さや大事さを分かっているつもりだし、まあ、チャンネルがね、大きくなっていくと、まあ、やっぱり、こう、勝たねばならないとか、こう自分を大きく見せたいとか、まあ、プレッシャーも感じてたのかなと思うところも、こう、YouTube をやってる自分からすると、そこは共感できる。 部分もあるんだけどでも将棋界にねやっぱりこう携わってたものとしてそういうこう、まあ、チート行為みたいなことは、まあ、絶対やってはいけない行為だと思うし、まあ、今回ねあのこう自分がこうやってしまったという発表をしたっていうのも、まあ、すごくこう今勇気のいる行為だったと思う。 で、自分がこう将棋王像をやっていても、うん、やっぱりこうソフト指しをしてしまってるという方もまあ何人かいらっしゃるのかなとまあそのアマ大会とかでも気持ちよくね将棋をやってほしいし、まあ、将棋の楽しいこう時間を過ごしたいっていうのがあるんで。 やっぱそこがなんかそのやっぱりソフト雑誌とかそういうのを気になり始めてしまうとちょっとまあ不信感につながってしまってまあ本当はすごい楽しい将棋がまあ楽しくない将棋になってしまう場合があるんですねでうんそこはまあ,まあみんなでこう大事な部分だと思うんでまあもう守っていかなきゃいけない部分だと思うんです大会に出てる 自分が思うのはこうしたソフト差しがあるとまあみんながまあ楽しめるこう将棋大会という場にまあ不信感が広まってしまったりとかなんかこううーんなんかこう今ねこうソフト差しっていうのはかなり問題だと思うのでうんとまあやってる人は絶対にやんないでください。 まあ、将棋って勝つと嬉しいし、まあ、それが、でも、でもそれだけが全てじゃないのかなと。自分が成長する喜びを感じたりとか、まあ、ね、負けたら悔しい。でも、それを全部ひっくるめて、まあ、将棋なのかなと、思うし、まあ、自分は今、子供、将棋教室とか、ね、子供を教えてる立場として、 まあそんな大人の姿を子どもたちにも見せたくないし、まあね、どんどん将棋っていうのはこう楽しい場なんだよと教えてあげたいのでそれを含めてもみんなは絶対にそういうことをしないでもういっぱい将棋を楽しんでいただけたらなと思います。ね、うん、やっぱりねもうやってしまったことはもう仕方ない。 でもまあ反省して、もう今後は絶対そういうことはしない。で、その、ね、俺はまあ元章の先輩らしい、いそして最後にやってしまった本人、まあやってしまったことはもう取り返しがつかない。反省して、これから、 に生かすことが俺は大事かなと思うしまあねもう後輩だから言うけどね後輩からねソフトを使わなくても、まあ、十分に強いことはまあ俺は知ってる、まあ、今後ねネット上でまあ商用をさすことだったりとかは、まあ、厳しいとは思うけど まあ東京に来るときは声をかけてくれ。将棋をやろうな。